Make the world more sustainable by building trust in society through innovation. Purpose is often defined as a sense of duty or reason for being, but it feels a little distant from your daily life. What is your purpose? It's your life, not anybody else's. What have you experienced? What are your thoughts? The things you know you love. Your purpose already exists within you. Purpose carving is the process of reaching your purpose through dialogue. Let's carve out the purpose within you. Top First. This is the new project already being carried out by Fujitsu executives. Trusting that this activity will lead to big changes. この立場になって富士通っていう会社を見た時に何をする会社なのかっていうことを本当に真剣に考えた末の富士通のパーパスであり、僕はそこのやっぱトップです。これこそ僕のミッション、この富士通をこういう会社にすることが僕のミッションだから、パーパスって何ですかって言われればこれ以外に思い描けないかなって、いやそれこそが僕自身の存在意義だと思う。キーワードは愛ですね、やっぱりね。それはね、今回のパーパスカービングで愛っていう言葉を思いついたんじゃなくて、やっぱりその20年ぐらい前に何のためにやってんだろうなと思ったことがあった時に、あるプロジェクトだったりあるお客さんだったり、愛がないとできないよねっていうのを同僚とか部下たちと話してたことがあるんですよ。やっぱこれは愛だよなと、で愛がなきゃ絶対できないよねっていうような話をしてたんですよね。我々、富士通だったりいろんな企業が存続していくのは、持続的に、つながり続けるというか連続性を持ち続けるということは非常に重要だと思っていて、で持続的にそういうものをずっと良くしていくとか続けていくっていうと、やっぱり一つの個性とか一人の人とかああいうことだと変わり続けるのはなかなか難しくて、いろんな人とかいろんなキャラクターとか性別はもちろんのこと、そういう人がたくさんいるんで、その集合体の中でよりよく変わっていくということだと思っています。やっぱりその今まで話すことがなかった経営層っていう人たちと、その若手、社員っていうのが話すことによって自分の仕事に対して自信を持てたりとか、こんな風に経営層が後押ししてくれるんだとしたら自分のやってきたことって間違いじゃなかったんだなとか、あとじゃあこのまま進んでいこうとか、すごく後押しになってるっていうのを実感しますね。もちろんこの富士通の DX というのもあるんですけれども、エクスプラクティスの定義の中に、自らを変革し続ける実践態度という言葉を入れました。今回はあえて DX というふうな旗印が立っているんですけれども、その先もさまざまな環境の変化、さまざまな状況の変化に対して自分たちが変革し続けられるんだ、そういうふうになっていくのが、僕の目指している未来だなと思ったりします。This is spreading to the next generation. せっかく富士通ってそのグローバルにいい拠点をいっぱい持っていて、いいメンバーいっぱい持ってると思ってるので、そのメンバーが一丸となって、逆にその日本初のソリューションだけでなくて、海外で見つけてきたいいソリューションを日本に持ってくるっていうようなところで、本当の意味でワン富士通にすることができれば、富士通のパーパスである世界をより持続可能にするっていうところに結びつくんじゃないのかなと思っております。これから初めから答えが分かっているものではなくて、自分たちで探しながら価値を作っていくっていう仕事が増えていくと思います。その中で大切なものは、自分たちが創造的でありたいと、決まったものを作るのではなくて自分たちで本当に探検しながら価値を作っていくってことが大切だと思います。富士通として見られるというよりは、私個人としてお客様に認められるからこそお客様が感動してくださるということだと思ってますので、きちんとお客様が何を求めているかを理解した上で、本当にお客様が求めているものを提供して、そして感動していただくと、それがビジネスプロデューサーとしてのやりがいということでも考えております。やはりつながる技術というのをただただ突き詰めているだけではダメで、世界にどうリーチしていくかといったところが重要になると考えております。ローカライゼーションというキーワードがありますけども、
私はこの技術というものを現地の方々と競争していくことによって、世界の隅々まで我々の価値というところを提供できると考えております。That feeling we forget in our busy daily lives. No matter how small, believe in your own purpose. まさにトップファーストで、いや、もう経営のね、トップからこの取り組みをもちろんサポートし、自らも変わっていくことをみんなにも見てもらいながら、こうみんなでやりながら、で直しながら変えながらやっていくっていうものなので、それはいろいろな目線からその活動自体を、まあ、ある種レビューする目的も含めてやるべきだな。 Our individual purposes together become strong enough to change society. The transformation starts here, from the top first.Purpose driven.